はい、それではラジオもどきやっていきたいと思います。前回お話ししたお化けのケーキについてなんですけど、なんかチョコレートがクリックリッと押し付けたみたいなのが出てて、チョコの棒がついてるみたいな話したんですけど、これでね、目、目、口っていう感じだったらしいですね。ローソンで検索すれば出てくるんですけど、しかしここはよくあるコンビニ特有の、実際の商品とは異なる場合がありますということで、まあ、実際は片方の目だけ大きかったり、口が異常に目に寄ってたり、そう、目が、そう、寄りすぎてて見騒がしていたりとか、いろいろあったわけなんで、私は悪くないと思います。はい、ハロウィンのシーズン終わったんでね、もう食べれません。もうちょっと食べておけばよかったかなという感じですけど、食いすぎた気もするんで、そこら辺は気をつけつつね、何かとは言いませんが。さてさて、ではですね、今回のテーマはそのままコンビニ行きましょうか。コンビニといえばですね、レトルト食品なんですけど、言ってしまえばそれぞれのメーカーがね、メーカーというかコンビニさんも、まあ独自のブランドで他のコンビニを潰しにかかる勢いで商品を開発していることだと思います。その中でもどの店にもあるであろう商品、ハンバーグね。野菜の紙コップのやつとかあると思うんですけど、その付近の、まあ、冷えるエリアですけどね、結局は。そこに置いてあるものだと思うんですけど、大体あるのが、カレーと、ハンバーグと、まあ、店によってはビーフシチューって感じですかね。それぐらいかな。あとはなんか豚の角煮とかも置いてあるところあったような気がしますけど、そこは夜かな。まあ、でも、なんて言うんでしょうね。例えば、そうですね、学生の部活動とかには向かないんですよね、あれ。そのまま食べれるわけではないですから、かといって家に持ち帰って食べるもので、コンビニでそのレトルトを買うかっていうと非常に疑問だと思うんですよ。私は実際そうでした。そこまで家で持って帰って食うぐらいだったらね、普通の味の素とかの、そうね、一時香取慎吾さんが CM やってた、そう、味の素の餃子を食べればいいんですからね。そういうのでいいと思うんですよ。でもまあたまにね、食べたくなる時ってあると思うんですよ。まあ実際食べてみまして、そうですね、今回はビーフシチューをテーマにしましょうかね。一時確か出してませんでしたっけ、なんかローソンかなんかのビーフシチュー。ローソンだっけな、セブンだっけな、多分ローソンだと思いますね。違うかな。まあどっちでもいいんですけど、ご飯と一緒に食べたら美味しいっていう、確か画像付け出してなかったっけな。あったと思うんですけど、その話をしますとね、まあ、やっぱりメーカーというか、あ、間違えました、コンビニごとにね、ちょっとずつ違うんですよね。ローソンのそれは確か、まあ、その時に私はあれか、肉をそのままぶち込んだやつを食べたんでしたっけね。シチューではなかった気がしますけど、肉をまあ多めに入れるところというか、まあ肉しかない時もあれば、まあ、ちゃんと全体の具材を入れてるみたいな、いろいろなものがありましてね。まあ、いわゆる本格風というやつでしょうか。でですね、私が初めてセブンのビーフシチューを食った時、肉だけだったんですよね。確か。そんな記憶がありましてね。で、しかも、一口サイズに分けられていまして、で、そのね、ソースを絡めて食べるっていうのが非常にやりやすくて、おお、食べやすいという感じで高評価だったんですよ。でも、なんでか知らないんですけど、まあ当分ちょっとセブンになぜか寄らない空白の期間が生まれまして、で数ヶ月空いてから食べあのか購入に成功したんですよ。売り切れとかでなんかね、全然買えなかったんですよ。なんかビーフシチューのエリアにカレーが侵略してたりね。まあ隙間を埋めるのと、なんか無理やり並べるのってどっちがいいんでしょうね。なんか無理やり並べると、もともとそこに別の商品があったことを知っている人からすればね、なんかこっちはあんまり売れてないから横に並べとけっていう感じなのかなみたいな、まあいろいろ考えちゃうんですけど、それはさておき。なんとね、食べた、これちょっとね、表でちょっと喋ったんですけど、文字とかで。肉ってやっぱりメインですよ。ビーフシチューですから。メインですよ。なんで、最終的にはやっぱりビーフの量って調整すると思うんですよ。例えば、クリームパンを食べる際に、
いろいろな、ハンバーガーとかね、いろいろな食べ方があると思います。そのまま直進していく人もいれば、なんかそのソースやら、そのピクルスとかがあるであろう中心部分を最後に、食べる方、そうそうそう、上から行くと、どんどん押されていって、具がはみ出ていってしまいますからね、回り込むように食えば、まあ、その心配はないですし、という、そういうわけでもないと思うんですよ。そう、ビーフシチューは、多分おそらく先に肉だけ食ったら残りただソースだけが残るのみなので、皆さんも多分少しずつ調整して食べていくと思うんですけど、最後に残しておいたお肉がじゃがいもだったんですよ。つらかったっすよ。ね、コンビニのビーフとかってやっぱりその良くも悪くも脂身とかもありましてね、その甘さとかねとソースを絡めて食べるのが美味しいのにもかかわらず、じゃがいもですからひたすら水分を奪っていくわけですよね。前に食べた時には全部牛肉だったと思ってたからこそね、疑わずに食べていたというのに、まさかこんなにもうまく牛肉に偽装しているとは。実際後で食べたものはね、分かりやすかったんですけど、その時のソースのかかり具合と角度が完璧だったようで、いやーすっかり騙されましたね。でですね、そこまでは良かったんですけど、まあじゃがいももあるんだなということで、まあそこは納得してね、複数買っておいたんですよ。2袋食べて、そこで気づいたことがもう一つありまして、マッシュルームがマッシュルームが入ってまして、結論から言いますと本格派だったわけです。牛肉がねいっぱいあるかと思って買ったんですけどね、その時の私の買ったねビーフシチューがいわゆるそのエラー商品、牛肉ばっか入ってるね、まあいわゆるハズレではないけど当たりみたいな、そういう商品を掴んだだけで、まあじゃがいもも入ってるわでね、違和感あったんですよ。そう、じゃがいものインパクトに負けてたんですけど、その直前にね、あれこの肉ちょっと食感が独特だなって思ったら、それキノコなんですよね。なんかもちもちしてるし、これなんか違う気がするけど、まあ気のせいやろうと思ったんですけどね。まあ大体の内訳としてはですね、肉が 3,4 枚、キノコが1つ、じゃがいも2つぐらいの配分で、まあ、そちらのビーフシチューは食べれますね。はい、まあ具沢山ではありますけど、どうなんでしょうね。なんでしょう、前回紹介したのはまあ肉の塊でソースを絡めてって感じだったんで、どうしても肉の繊維とかがありまして、まあそこが好きって方もいるかもしれませんけど、やっぱりちょっとね、肉って感じがするのでね、なんでしょう、そのほんの少しの脂身って欲しいと思うんですよ。ほんの少しでいいんですよ。こってこてなのはいらないけど、そう、脂身もまたソースみたいなね。なのでまあそのちゃんとあらかじめ分けられてる感じのセブンのビーフシチューは、肉しか入ってねえし、これ最高じゃねえかと思ったけど、まあ実は体のことも気を使ってる、まあそういう意味では素晴らしいビーフシチューだったというオチだったというわけですね。ちなみになんですけど、私が食べたのは金のシリーズですかね、確か。あとハンバーグはね、割とどこでも美味しい気がします。でですね、特にハンバーグに関しては冷凍食品で売られてるようなハンバーグの中より美味しいような気はしました、正直。まあ値段は高いですけどね、一袋2、300円するんですよ。上等なレトルトでもね、ゴロンとしたのがだいたい100ちょいで買えるんですけど、まあコンビニはその分ちょっと味で勝たなきゃって感じなんでしょうかね。まあ何にせよコンビニのそういったその家に帰って温めよう的な商品にも可能性があるということをお伝えしたく、今回こんな話をしました。前回よりがっつりとね。というわけで、これ多分金曜日に投稿してるんで、寄ってみてください。カレーは外れないですね。カレーは外れがないです、基本的に。まあ、そうですね。まあ、若干レトルト感はあるけど、具材とかはやっぱり温める系なんでね。それだけでも安定した美味しさが出るようには作られてるんで、
群を抜いた外れもないと思いますし、うん、まあ金のシリーズとか、まあ、ちょっと包装が綺麗なやつとかをおすすめしますが、よければぜひね、帰り道にでもコンビニでちょっとそういったものにチャレンジしてみてはいかがでしょうか。普通にね、野菜とかを足して食べても美味しいですから。はい、というわけで、今回の話はこれで終わります。実はですね、今日麻婆豆腐をね 0.5 人前しか食ってないんでね、炭水化物がないんでめっちゃお腹空いてるんですよね。自爆してんですよ。さっきまでお腹ギュルギュル鳴ってたんですけどね、まあこの録画中は鳴ってないのでよしとしますけど、まああれです、はい、お腹空いたんで終わります終わりますありがとうございました。